ケシの果実に傷をつけて、アルカロイド樹脂を採取するアヘンは、ケシの実から採取される果汁を乾燥させたもので、麻薬の一種である。ケシの実から採取されるアルカロイドは、オピエートと呼ばれ、そこから合成されるものがオピオイドである。麻薬とは、本来このようなオピエートやオピオイドを指す。消しから採取されたアルカロイドや、そこから合成される化合物は、鎮痛。 糖水といった作用があり、また高容量の摂取では、昏水や、呼吸抑制を引き起こす。このようなアルカロイドや、合成化合物には、モルヒネ、ヘロイン、コデイン、オキシコドンを含む。アヘンの名の由来は、英語名オピウムの中国語の音訳であるアヘンを、音読みしたものである。秋尾の中国、江戸時代の日本では、アフヨウと書いた。消しの実の汁は、 古代から、鎮痛、鎮静作用が知られ、医薬品として用いられてきた。しかし同時に、習慣性や、乱用による、健康被害など、麻薬としての特性があり、アヘン戦争を引き起こすなど、重大な害薬も引き起こした。現在では、1912年のハーグアヘン条約、これを引き継ぐ1961年の麻薬に関する、単一条約において、 国際統制下にある。日本でもアヘン法によって規制されている。アヘンを収穫する、伝統的な方法としては、ヘラ書きがある。消しの開花後、10から20日経って、花弁の落ちた未熟化の表皮に、朝のうち野菜切り込みを入れると、乳液状の物質が分泌する。これを夕方かき取って集め、乾燥させると黒い粘土状のハンコ形物になる。 こうして集められたのが生アヘンで約10%ほどのモルヒネなどの多くのアルカロイド類を含む。ヘラガキによるアヘンの採取は人手や手間がかなりかかる。その割に得られる量はごくわずかである。貧しい農民が栽培に従事するアフガニスタンなど非合法栽培地域では現在も行われているが合法的栽培においては現在は 有機溶媒で茎も含む全体を処理して、科学的に麻薬成分アルカロイドを抽出、生成する方法が主流である。作ったアヘンは、産地で野源で粉末にし、ブリキ缶に入れ、製品として出荷する。生成しなくても薬効があるために、極めて古くからそのまま吸引されてきた。しかし生アヘンは不純物を大量に含み、効き目が、モルヒネやヘロイにより、 数段を取るため、そのままでの麻薬としての商品価値は、かなり低い。価値を高めるにはさらに煮出して乾燥させるなど生成し、および科学的に加工して、モルヒネやヘロインに加工する必要がある。生成すると量が、アヘンの時の20から25%までに減る。以前は、東南アジアのタイラン・オスミアンマーにまたがる、黄金の三角地帯で多く栽培されていたが、 抑制対策が功を奏してその地帯での栽培は大きく減少した。2009年の国連薬物犯罪事務所の報告によればアヘンの94%はアフガニスタンで栽培されている。2010年にはケシの病害により生産量が減少。アヘンの農場出荷額が64ドル、キログラムから169ドル、キログラムへと高騰した。 2011年10月、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外務大臣は、アフガニスタンのアヘン畑を一掃することに、アメリカが消極的であることに驚きを禁じ得ないと述べ、アフガニスタンでのアメリカのアヘン問題への態度を批判した。アヘンを吸う、中国人禁止令により、焼却されるキ煙ツエングアヘンは極めて古くから、その存在が知られている。 紀元前3400年頃には、メソポタミアでケシが栽培されていたと考えられており、紀元前3000年頃に記述されたと見られるイランで、見つかった石板には、シュメール人の乳液の採取について記述されている。紀元前2000年頃には、ヨーロッパや中央アルプスに、ケシ栽培は伝わった。紀元前1500年頃に、 エジプトにて、アヘン製造がされていたことがわかるパピルスの文献が見つかっている。文献によれば、アヘンは、当時のエジプトにおいて、鎮痛剤などの薬剤として用いられていた。メトロポリタン美術館にある、アッシュル・ナツルパル2世の宮殿にあった、紀元前879年に作られた浮き彫りの有浴真珠は、美術館は、 ザクロと述べているものの消しの未熟化の束を運んでいる。紀元前300年頃のギリシャの哲学者であるテオプラストスの著書にアヘンについての記述を見ることができる。ギリシャ神話ではアヘンの発見者は女神デメテルとされている。ローマ帝国ネロテ時代の医師ディオスコリデスはアヘンの最終法及び薬効を著書の中で詳しく述べている。 この時代には、アヘンはすでに鎮痛剤、睡眠剤として利用されていた。一部で、有効的な使用も行われたが、多くは薬用であった。英語名オピウムは、この時代のラテン語名オピウムを引き継いだものである。古代ヨーロッパにおけるアヘンの使用は、西ローマ帝国の滅亡により、一時スタこととなった。5世紀前後。 イスラム圏の交易網が発達し、インドや中国、アフリカの中部などの各地にアヘンはもたらされた。アラブ商人は医薬品としてのアヘンを商品とみなしていた。東アジアにも伝来した。シルクロードを通じてアラブ商人が持ち込んだと考えられている。500年頃に薬学者であったと光景により編纂された東本層には、 医薬品としてのアヘンの記述がある。それ以前にシルクロードを通じて持ち込まれた医薬品、そこやかにはアヘンが含まれていたとの指摘がある。11世紀前後、イスラム圏との接触を経て、アヘンはヨーロッパに再伝来した。再び医薬品として用いられた。15世紀頃からは麻酔薬としても用いられた。20世紀初頭までは、 民間療法の薬剤として用いられた。大航海時代を経ての西欧諸国による海上貿易においてアヘンは重要な商品となった。中国では西欧諸国、特にイギリスによりアヘンがもたらされアヘン化に陥る。イギリスは交易において三角貿易の構造を構築しアヘンを用いて資産を獲得した。このアヘン貿易は 規模や対象、時代こそ違うものの諸国においても、同様の交易が行われた。新国では、上海など、都市の川沿い地域に使用者が多く、当初は運搬船の停泊船内や、宿場などで、タバコに混ぜて吸入されていた。19世紀、このアヘンの蔓延に、危機感を募らせた新国が、イギリス商人のアヘンを焼却したことが、イギリスと新国の間で、 アヘン戦争の引き金となった。しかし、この紛争後もアヘン流入量が縮小されず、市中では、次第に、半固形のアヘン口をキセルに入れて吸入するようになっていた。この傾向しやすいアヘン口によって、より、新国内の広域へ、アヘンが浸透、アヘン屈も伝播した。20世紀初頭の新末には、新国の上流層にもアヘンが一部流れていたと、 されており、清滅亡後の1930年代においても、キセルなど吸引用品の取り扱い店や、大煙と看板を掲げた煙管など、アヘン関係の店が各地で見られた。ヨーロッパにおいては、アヘンの危険性の認知や、アヘンの習慣を持つものが多い、中国人の各地への移住とそれによる、中国人コミュニティとの接触に伴い19世紀には、 反アヘン運動が高まった。また、アメリカカナダへの中国人労働者の流入ともに、特に、サンフランシスコをはじめとする地域で、アヘン屈が見られるようになり、1875年に、イタリフンドラッグ法制定など対策が行われた。20世紀初頭から、国際間におけるアヘンの統制が始まる。1912年には、ハーグアヘン条約が調印され、 アヘン貿易が制限された。1920年に国際連盟が成立してからは連盟が統制に関する職務を負い国際機関が設置された。1926年の第一第二アヘン会議条約ではアヘンの使用等に関しても統制され、1928年の麻薬製造制限条約においてアヘン貿易は完全に禁止された。 国際連合に移行後も、同様の統制体制が持続し、現行の1961年の麻薬に関する、単一条約においてもアヘンは統制されている。文献に見える、古い記録では、梶原ワラ・富ョーの中に、すでに、消しの用語が見られる。くだって、室町時代には、南蛮貿易によって、消しの種がインドから、津軽地方にもたらされ、それが、 津軽という決死の俗称となったという伝承がある。その後江戸時代を通じて、現在の山梨県、和歌山県、大阪府付近などで栽培されたが、いずれも少量で高価であり、用途としても、麻酔などの医療用や投獄者への自白剤などに限られていた。寺島良安、和漢三歳銃巻103には、アヘンや、タノキ薬、新社などと調合した。 一粒金貫丸紙薬が死者薬として紹介されている。この処方箋は、備前岡山藩藩医、木村玄医師の手によるといい、これが元六二年広崎藩藩医、和田玄良に飛躍として伝わった。藩医の和田玄春による完成11年の功能書には、鎮痛や競争が歌われている。この薬の評判はすぐに、江戸にまで及び、歌舞伎、 富岡恋山海には、新江門、それで、俺が、月々飲まそうと思って、捨てを頼んで、津軽のお座敷で所望した、一粒金丹というセリフが残されるまでとなり、江戸市中で売られていたようである。天保八年摂津土正町の薬丼屋暴行の、大田四郎兵衛が種子を持ち帰って栽培し、初めてアヘンの製造に成功したとの記述も見える。一方、 16世紀半ばの明朝末期に、イギリスの三角貿易により、インドから大量のアヘンが、中国内に流通し始め、やがて、民が滅び、清しとなった中国からは、長崎貿易を通じて、救援用途の安価なアヘンや、生アヘンが知られるようになった。日本は鎖国はしていたが、海外の情報は、オランダ風雪書によって得ていた。 19世紀に入ると、オランダ以外の欧米諸国も日本にも、必要に開国をせり出してきており、江戸幕府は、対応に苦慮していた。1839年に、アヘン戦争が始まると、オランダはそれまでの風雪書とは別に、詳細な別段風雪書としての報告書、アヘン、消火録を作成して、欧米が関わる動乱を詳細に報告を始めた。その3年後、 民に続く大国と認識していた清志がイギリスに大敗したことは幕政を大いに揺るがし、同年に異国船打ち払い令を取り消した。このためアヘンに関しては日本も真の後追いになる危険もあったが、佐久間正山らによって、義元、正向き、開国寿司などが熱心に研究され、鎖国を解いた4年後の安政5年に安政5家国条約締結に至り、 このいずれの国からもアヘンの輸入を禁制とする条文が記載された。なお、国内では1822年から国内に散発していたこれらがこの年に江戸でも大流行し、乱放医学者のポンペは患者にキニーネとアヘンの製剤を与えたことが記録されており、また天位松本良順が開国をめぐる朝廷説得の辛労で倒れた。 徳川義信にアヘンを処方して、不眠を治めたなど、一定の需要があり、日本ではまだ救援の習慣も定着しておらず、栽培は全国に広がっていた。長崎、横浜などの条約校では、貿易のために集まった、外国商人が居住のため使用人や料理人として、中国人を連れてきており、彼らが密輸によりアヘンの煙孔を持ち込んで問題となっていた。 長崎では、中国人が、日本人に、アヘンの煙孔を大量に売りつけ、遊女などが中毒死する事件を伝えている。やがてたびたび、アヘンを禁令の考察が立つようになり、憲法4年うるう4月、明治政府から、最初のアヘン禁令となる大上官布告第319号を、布告し、アヘンタバコは、人の生気を消耗し命を縮めるものと、 初めて人買いであることが明記された。政府は、法整備を進め、明治3年8月8日には、販売アヘン煙率が布告され、使用や売買を含めて、罰則規定を設け重罪とした。なおこの法律は、後の現行法にほぼそのまま取り入れられ、アヘン炎に関する罪となっている。また、国内に流通するアヘンについても、生アヘン取扱規則を、 同日発布し、記録や届出など管理の徹底を始めた。これらの法律は在留申告人にも適用された。アヘン戦争の敗戦以後、大量の中国人が東南アジアや東アジアへ移動しており、それとともにアヘンも拡大していった。1877年には、イギリス商人によるアヘン密輸事件であるハートレイ事件が起こったものの、 市外法権を行使されて、領事館から逆に1879年5月1日には、薬用アヘンバイバイナ未製造規則を施行した。この法律において、政府は国内外におけるアヘンを独占的に購入し、許可薬局のみの専売とした。購入は、医療用途のみとし、購入者及び、栽培農家は政府による、登録制とした。この専売制は、 日清戦争の戦需品として政府に利益をもたらした。日清戦争後、日本は下関条約により、清から台湾を割上させて植民地とした。当時、台湾においてアヘンの使用が広がっていたことを背景に、後藤新平は伊藤博文にアヘンの残金政策を提案し、1897年には台湾アヘン令が敷かれる。 同例において、アヘン中毒者へのアヘン販売が許可された。1898年のアヘン令では、台湾における民間の消し栽培は禁止され、台湾総督府専売局による専売が始まった。内地では、台湾産の原料を使ったアヘン製造が活発に行われた。その後、植民地支配に組み入れていった関東州や満州においても、 日本はアヘンを厳禁しない残金政策を採用した。1915年には、モルヒネの国内生産が成功し、モルヒネの原料としてのアヘンの需要が高まったため、関東州、満州でもアヘンは製造された。中華民国は、日本と違い、アヘンの全面禁止政策を採用していたが、四川省、雲南省などで密造された。 非合法のアヘンが闇で流通しており、軍閥の重要な資金源とされていた。中国産アヘンの末端価格は、日本産のソレの約半分であり、しばしば、日本産アヘンを市場から駆逐した。日中戦争が始まると、関東軍の影佐佐田明大佐の指導のもと、里見はじめが秘密結社のチンパンや、紅パンと連携し、里見機関を設立し、 中国の通貨砲兵を獲得するため、上海などでアヘンやモルヒネを大量に密売した。アヘンは多くの国で麻薬の一種として、その製造、販売、販売目的の所持が禁止、または規制されている。日本では麻薬及び、厚生新薬取締法とアヘン法が、アヘンやヘロインの使用、所持等を禁止している。同法により、 原料の消しの栽培自体も禁止されている。アヘン法に言う、消しとは、パペーバーソムニフェルム L、パペーバーセティゲルム DC、およびその他の消し属の植物であって、厚生労働大臣が指定するものを言い、アヘンとは、消しの薬汁が凝固したものおよびこれに加工を、施したものを言う。使う意思がなくとも吸引用具を所持しているだけでも、違法になる。 刑法136条から141条で、アヘンの製造、輸入、所持、救援及び、救援道具の製造、輸入、所持や救援場所の提供を禁じており、未遂も処罰される。現在、モルヒネ用としてのアヘン輸出が、国際的に認められている国は、インド、日本、中国、北朝鮮だけである。しかし、 外国へ輸出ができるほどの生産量があるのはインドだけである。また、オーストラリアでも比較的大規模な薬用アヘンの製造が行われているが、国内の需要の一部しか満たせない。その他の国では、少なくとも表向きは大規模な消し栽培は行われていない。このため、世界の合法的なモルヒネは大半がインド産である。また、 必要以上の在庫を保有することが禁じられているため、いかに、インドといえども、何らかの急な需要増加には対処できない。ありがとうございます。